エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング、今日は6月の10日から17日までのジェネラルレーディングで C のカードを選んだ方へのメッセージです。はい、遅くなってしまいましたけど C のカードですね。 C のカードは前にも出てきましたけど、ずいぶん前に1回だけ、31番でアセンデントマスターマダーメリー&セレスタイトが出ていますね。綺麗なカードなんですけど見えますか、でここにアンコンディショナルトラストと書いてあります、無条件に信頼することで、私もこれ引いたんですけど、やっぱこのカードを引かれた方ね、本当今週はね、もう無条件に宇宙を信頼して、そしてその宇宙につながってる自分を信頼して、もうサレンダーって言葉よく使ってますけどね、任していくということが、を覚悟を決めることがすごい大事な1週間になるんだと思います。今とても大切な時だと思うんですね。でまずセレスタイト のお話からしますけど、このマンダラすごく綺麗でしょ。ここがブルーでここに黄色があってね、この黄色って第三チャクラのソーラープレクサス、太陽神経層の祈りですよね。まさしくハートというかね、私もうリオのエネルギーですね、獅子座のエネルギー、でやっぱり本当に今自分らしくいるっていうことを自分に許していくことがすごく大事だと思うんですけど、これがね、セレスタイトですね。セレスタイトというのはこうちょっとどのくらいこれでカメラで色が撮れるか分かんないんですけど、こう非常に綺麗なブルーなんですけど、ちょっとやっぱりグレーがかったトーンダウンしたブルーなんですね。で大体こうジオードといって、こうそうですね、写真がどっかにあるかな、ジオードの、ちょっと今出てないんですけど、こうこういうジオードって分かりますかね、こういう球体になってて中を割るとこうバッとクリスタルがこう入ってるっていうのをジオードっていうんですけど、これもそのジオードの部分をこうこっちが後ろ側の台ですよね、こう卵型に切っています。これマダガスカラから来てるんですけど、でも私がねこのクリスタルを触った途端にわーすごいって、もうそれ以来私は本当にこのなんだっけな、セレスタイトの大ファンなんですけど、ちょっと待ってくださいね、もう一つセレスタイトがいくつかあるんですけど、ここにあったのでお見せしましょう。もうちょっとこれ大きめのセレスタですね。こちらもちょっとブルーが強いですけど、すごいですね。やっぱりね、これはものすごく波動が高いクリスタルなんですね。でやっぱりブルーですから、喉のチャクラをものすごくこう刺激してくれます。で喉のチャクラ、それからそうですね、だから第5チャクラ、第6チャクラ、第7チャクラ、だから第3の目とかクラウンチャクラまでずっとその辺をこれで瞑想すると、本当にこうふわーっとこう白いような光っていうかな、それがとにかく高い波動の高い位置のチャクラにをすごく刺激してくれるエネルギーですね。でやっぱりね、喉のチャクラを刺激してくれるってことは、まさしくね、今ね、こう自分のトゥルース、自分の真実って何っていうのをずっとエネルギーナビでもお伝えしてますけど、それをしっかりと語れるように勇気づけてくれるクリスタルですね。だからこのカード引かれた方ね、私も引きましたけど、今週やっぱりちょっと、もしセレスタルとお持ちならば、セレスタルとはものによりますけど、すごく素敵なやつはものすごい高いですけど、そうでもないものはそれなりのお手軽な値段であるはずですよね、クリスタルさん行けば。だからそれで、ちょっとハートのところにこの置いてですね、瞑想して見られるといいかもしれませんね。でやっぱり自分で声に出してみる、自分が信じていること、自分がどんなふうに生きたいか、そういったことを声に出しながら、こう自分がそれを表現していったときに、そのハートとこのクリスタルとどういうふうに共鳴してくるか、そんなようなことでやっぱりこうインスピレーションというかね、自分の中で、あ、やっぱり私はこんなふうにしていきたいんだな、こういうことをしてみたいんだなっていうようなことが、こう感覚としてお腹にすっと落ちてくるような感覚を持たれたらね、やっぱりあとはそれを具体的にどうやってとか、いつとか、何をとか、誰ととか、そういうことがまだ具体的に分からなくても、まず必ずそういう導きが来る
それがハートにふっとこう落ちてくることならあるならば、ね、それはハートの声に耳を傾けてることだから、ストンとなんか納得するようなものであったら、きっとそれは皆さんの魂、自分の魂の進化のためにはとてもいいことなんだって信じてみたらいいと思います。で、その種をまく、ね、今からこの夏至に、はい、夏至、そしてあの蟹座の新月になるまでの間にその種をしっかり育んで、そして今それと同時にやっぱり戦ってらっしゃる方いらっしゃる、たくさんいると思うんですよね。例えばお仕事みたいなことで、まあ、あのよく今クライアントさんからもあの、ご相談いただくんですけど、やっぱりちょっと独立をしてうーん行きたいと思うけどとか、もう独立はしたんだけれども、なかなか患者さんとかクライアントさんが来なくて、このまま続けていって、食べていけるのかなとか心配になってしまいますというようなお話もいただきます。私もその気持ちはよくわかるんですね。私自身あの、いつもお話しているように、失業してからあのどうやって食べていけるかもわからないけれども、でもとにかくハートの声に従って愛で生きるっていうことを決めてから、毎日毎日をその日その日を生きましたから、でもやっぱりとっても不安になってしまうこともたくさんあったしね。だからそういう時こそね、祈ることがとても私は大切だったなって自分でも思います。でちょっとお話しする前にもう一つ、これも前にお見せしたことあると思うんですけど、これはミシガンで採れたあのセレスタイトなんですね。だから波動として私はこちらのセレスタイトがすごく細かくて好きなんですけど、でもこれはもうちょっとね、あの、あんまり透明度が高くないけれど、ミシガンのエネルギーですね。なんかあのここはね、あの喉よりもぐんとこうハートのチャクラまでずしんと入ってきます。っていうふうに、同じセレスタイトでも一つ一つちょっとずつ微妙にエネルギー違うんですけど、でもみんな本当に感謝で、あの私をいつも、サポートしてくれてるクリスタルなんで感謝してますけれども、皆さんのところに来てくれるクリスタルもね、あの皆さんにご縁があって来てくださるわけだから、だからありがとうと感謝して、あの一緒に瞑想してみるといいと思うんですけど、あの、まあ、話を戻しましょう。このアンコンディショナルラブなんですけどね、このクリスタル333のカードのマンダラをお見せすると、これ確か13番だったと思うんですけど、これですね、こっちですかね、見えますか、これ、ね、でここでね、アセンデントマスターマダーメリーでプロテクションって書いてあります。マダーメリーっていうのはいわゆるあの聖母マリア様ですよね。でセレスタイトがセレニティと書いてありますよね。セレニティ、セレニティっていうのはこう静けさみたいなものです。静寂さとか。でイニシエーションのトラストって書いてありますね。こっちはアンコンディショナルトラストですけど、ね、でイニシエーション、あのね、やっぱりこのカードが来てる時のメッセージというのは、まあ、本当に前の動画でも B の動画でも申し上げたんですけど、あの進化占星学で魂が何度もあの生まれ変わりながら進化していこうとしてるんだという前提のもとに、チャートを読んでいくんですけど、で本当にだから 何重にもレイヤーにかかったあの暗号をね、チャートの中に、で読み込める暗号を一つ一つ紐解いていくので、とてもあの大きな体系だし、ものすごく複雑な体系だし、だからそれを読み込んでいくのにはとても時間がかかるし、だけどとても面白いんですね。だからそれを皆さんにご提供したいっていうことにもワクワクしてる自分がいますけれども、あのその時によかったらあの B のカードの動画を見ていただきたいんですけど、あのやっぱり12ハウスの魚座とあの海王星のエネルギーというのがとても大切になってくるんですね。マウリス先生はそこがすごく一番ご専門というかね、私がマウリス先生の、に出会ったのもそのネプチューンという本を通してなので、で先生がいつもおっしゃるってることはね、その魚座っていうのは宇宙の子宮みたいなもんで、そこでみんなが一緒になってみんな幸せでこう宇宙のアンコンディションラブのとこにいるんだけど、でもなんで私たちはまた肉体を持って、魂が肉体を持って生まれ直して、牡牛座で親と生まれてくるか、
そこは魂が経験を通して進化していきたいから、でずっといろいろ十二サインを通ってですね、最後また魚座に戻っていくときにまたサレンダーしていくんですけど、魚座の位置ね、任せていくんですけど、その時は生まれる前と同じ魚座でも今度は次元が変わってるんですよ。スパイラルによくね、こう平面で見てるとただぐるぐる回ってるように見えますけど、よく見るとそれ一段プッと上がってるところに来るんですね。そうすると生まれる前はその子宮にいる時って、私たちもお母さんの子宮にいる時ってね、自分たちは何も意識しなくても全部ご飯もお母さんの体が与えてくれて、何もかも守られてましたよね、うん、で宇宙にから子宮からポンと出てきた時に、そこから自分でこう自立していくようなことを学んでいくわけじゃないですか、うん、だからその子宮にいる間、お羊座で生まれてくる前の魚座にいた頃の宇宙の子宮にいた時はイノセントに受け身的にサレンダーしてたんですよね。ところが一周して戻ってた時は、今度はいろいろやって自分のリミットも超えながら成長してきて、いろんなものを学ん でもう一度でもそれだけでは最終的な宇宙の真理っていうのがまだまだ私たちは 100% 分かんないんですよね、うん、海王星が象徴している宇宙の真理がアンコンディショナルラブだというふうに私は思うけど、でもそれが具体的にどんなことかっていうのは全て私が分かってないし、うん、それをでも少しずつ、あ、こういうことなんだなっていうことを理解したくていろんな経験をしてるんだろうと私は思ってるんですけど、でその宇宙の真理を私たちが所有することはできないんですよね、うん、だからでもそういうものがあるっていうことを前提にして私たちは生きてるんだと思うんですよ。私は少なくともそうやって生きてるんです。だからそこが本当の真実であれば、それを信頼して生きていく、言ってもいいんじゃないかなと思うのね。でもうこのアンコンディショナルトラストって究極のところね、何を信頼するかっていうと、このちっぽけな自分の限られたエゴを信頼するか、ね、宇宙と離れてね、ってことはね、そういう時宇宙と離れてエゴで生きようとすると、エゴは自分が理解できる限界の内側でしか生きられないんですよ。それを突破行こうとすると、そのリミットが来た時にリミットレスになって前に進んでいこうとするととても不安になるんですね。でエゴは何か私たちが新しく本当に自分らしくもっとハートの声を聞いて生きていこうってこう決めて前に進もうとすると後ろから引っ張ってくるんですよ。本当それでいいの？それ食べていけるの？それで借金返していけるの？もしこうだったらどうなの？っていうふうに、うん、でそういう不安で生きる不安にをトラストするのか、全部はどうしてかわからないけど、きっと必ず宇宙の真理があって、それに向かって私は進化していきたいっていうふうに宇宙に宣言して、ハートの声がキャンパスだコンパスだって信じて、本当にハートが喜ぶこうしたいなってすごくこう心からこうにじみ出てくるような思いをにかけてみる。で必ずそこに宇宙の導きがある、プロテクションがあるって信じて生きてみるか。だから信じるってその愛を信じるか不安を信じるかだけだと思うんですね。だからあとは私たちのオプションなんですよ、どっちを取るか。で私はやっぱり愛で生きていこうって決めたので、でまた今週これ弾いてるってことは、今本当にもう一度そこを見つめて、いろいろやっぱりこれからこうしたいと思ったけど、今ちょっといろいろなことがね、やらなきゃいけないこともやりたいこともいっぱいあって、ちょっとオーバーウェルムになりそうだったところを、もう一度このカードを引いたことでね、あ、やっぱり任せて今を一つ一つ丁寧に生きていこうって今日は思いました、うん、でこのカードね、マリア様が出ててね、マリアさんのところプロテクションって書いてあるでしょ。これ、ね、すごく大事だと思うんですね。進化先生学の講座をするときにお伝えしますけど、今すごく月について勉強してるんですけど、カニだとかね、やっぱり私たちが月っていうのは感情を表すんですけど、
やっぱりその感情をプロセスして、受け取ってプロセスして、消化して、そして初めてね、食べ物を食べた時に、食べただけで消化しないでただ出しちゃうと、全然自分の肉体の栄養にも何もならないでしょ。で、まあ、出せないまま止まってても、今度は全然体が重たくなるだけでしょうがないじゃないですか。だからやっぱりこう消化していかなきゃいけないんですよね。で、消化していくためにはよく噛み砕いて、プロセスする時間が必要なんですよ。だからやっぱり感情を本当に統合して、自分のもの、その感情を通して経験をね、自分のものにしていくにはやっぱり時間かかる。で、そこがやっぱり進化していく時間がかかることなんだよっていうのを、まあ、先生おっしゃって本当だなと思うんですけど、でもそういうね、進化していくために、なぜ蟹座が、ね、月がの支配星である蟹座が、月のルーラーかっていうと、やっぱ蟹座の性格っていうのはプロテクションなんですよね、一つ大きく。で、やっぱりそうやって、ダイジェストしてプロセスしていくときは、やっぱり外からのいろんな外敵とか脅威を守ってくれる。そうしないと、やっぱり外から、なんか自分が一生懸命こう自分の内側を向かってこういろんなことをやっていこうと思うと、外側から攻撃されたりとか、そういうことがあったら怖いですから、ちょっとなかなか外のがいつ攻撃してくるかな、今北朝鮮がいつミサイル来るんだろうって、ピクピクして生きてるとね、なんか自分の内側でもっといろいろやりたいことの方に神経がいかなくなるでしょ。で、やっぱりそこでお家があったり、ね、お父さんとお母さんが守ってくれて、子供は安心して自分の内側にいろんな毎日遊んだこととかをこう消化していけるわけですよね、自分の内側に。だからそういうプロテクションをこのセレスタイトのカードで、マリア様がもう象徴、プロテクションの象徴であるマリ様が来てくださるっていうことが、アラーナさんに伝えてくれてるんですね、これね。だから本当に宇宙からマザーメリーが、マリア様がしっかり私たちをお母さんと同じようにね、お母さんが子供を守ってくれるようにプロテクトしてくれてるから、それを信頼して、で、セレスタイトというのはセレニティでしょ。だから静けさ、やっぱりすごく瞑想大事だと思いますよ。何度も言うけど、うちが瞑想ってね、別に座ってなんかもうちゃんとこう座禅組んでなんかしなくても、こうちょっとこう仕事の合間にクリスタルを持って、深呼吸を何度かする、目をちょっと閉じてみて深呼吸をする、1分でもいいですね。そういうことをする中で、平常さっていうのが保たれてくるようになると思います。そういうことの積み重ねをしていくと、多分ですね、何か大きな気づきが得られると思います。実はね、この動画が配信が遅くなったのは、今日も朝一で作ろうと思って作り始めたら、お友達から電話かかってきて、私をミシガンからこちらに呼んでくれたミシガンの時のお友達なんですね。彼女が先にこっちに転職してきて、で、まあ、彼女のおかげで私はその会社にオファーをいただいてね。でも私はどういうわけか4ヶ月でクビになってしまったんですけど、今彼女まだ残ってるんですが、やっぱりとても幸せじゃないんですね。会社の状況があんまりいいようなエネルギーじゃなくて、みんなどんどん辞めていくし、で、新しい人が入ってきても、いろんなことがあって、で、彼女も今これからこのまんまでいたら自分も全然幸せじゃないと、今自分が一生懸命役に立とうと思ってやってるのに、私もそうだったんですけど、全然評価されなくて、で、なんかもう顔を見てもものすごくもうこうドレーニング、もう本当にこう、もうドレーニングって何て言ったらいいんでしょうね、日本語で、下水で水がどんどん流れちゃって、エネルギーが溜まってない、もうゲソッとしてるんですよ。だから彼女はね、今ちょっとやりたいことがあって、そっちの方にの試験も受かって、これからそれしたいんだけど、でもやっぱ不安と、今の仕事はもうだからもう諦めて、もう頑張るっていうよりか、もうとにかく距離を置いて、できるだけで給料もらえばいいっていうふうに思ってるけど、それだと自分が死んでるみたいと。やっぱ彼女もすごくこうパッショネートな人なんでね、本当はね。で、今そういう自分がなくなって、私を見ると、春美羨ましい、あなた本当に生き生きして素敵っていうか、私本当に今幸せに生きてるよって心配してたけど、よかったって言ってくれたんですけど、で、彼女にだから私のそのこの1年半どういうふうに生きてきたかってお話をね、彼女の出生図見ながら、まあチャート見たら、まあそういう時だなと思ったんですけどね。で、まあ、まあ
彼女は出生図彗星が逆行してるし、乙女座強いし、とても体も強くて八支強いですから、やっぱり今そういう時だなと思うんですけど、やっぱり彼女はその今やりたいと思ってることを試験まで受かってあれなんだけど、でも仕事も忙しくてそっちできないし、でももし仕事を辞めてそっちやっていった時に本当にこのままお金に収入つながらないでいったらどうなっちゃうんだろうと不安で、なかなか前に踏み出せないんだっていうことを言ってました。だからそれでいろんなアドバイスはしたんですけどね、お話を聞きながらね、いつも私が皆さんにお伝えしているようなことを少しお話ししました。で、私の場合はその時にある意味迷わずに済んだんですよね。クビになっちゃったんですからね。だから普通の普通のっていうかね、その不安で生きてる時のレンズで、月のレンズでそのクビになったっていうことを見るとすごく不安が助長されます。そしてクビになってしまったのは私が出来が悪いからだっていうふうにして自分の自己価値がなくなってしまう、もしくはこんな優秀な私をなんで使ってくれない、こんなやる気になるのって、今度は自分をこうなんていうのかな、もっと守るために、で結局悪いのは会社が悪い、会社のシステムが悪いっていうふうになんか責めたり、いずれにしても自分を責めるか相手を責めるか、不安で生きてるとそういうふうな思考回路になりやすいんですよね。だけど私は本当に星が読めたおかげで、これはなんか大きなチャンスなんだなと。でやっぱり私がこう今までセキュリティがねすごく大事なテーマだったんですよね、私の方出生図見ると。でもそろそろ全部条件整えた上でさ、はるみそろそろ自分らしく生きなさい、愛で宇宙を信頼して来てごらん、導いてあげるよっていう声を私は受け取ったんですよね。で星を見つれずれさを始めました。だから皆さん今ね、やっぱり今もっと自分らしく生きるのでいろいろ悩んでらっしゃる方からたくさんご相談のメールもいただきます。で全てに時があるので、もう独立してしまった方もいらっしゃるでしょうけど、それで今まだうまく行き止まらなくて苦しい方もいらっしゃるでしょうけど、一番大切なことはね、やっぱり変に意固地にならずに、まずは宇宙を信頼してみる、心の底から。自分の思った通りに なってなくても必ず導かれる。そして今を生きる中で、今一番大切なことを気づかせてくださいと祈ってみる。そうするといろんな気づきを与えてくださいます。そしてできることを今を生きるということしか、私はもうそれが全てないような気がしますね。でこのカード引かれた方は今それが本当に大事な時なんだと思います。愛を選ぶのか不安で選ぶのか、不安をトラストするのか、宇宙の真理を愛をトラストするのかで、愛で生きると決めたら頭で決めてるんじゃなくて、心の底からまず受け取ることを許しましょう、ね、必ずサポートをいただけると。で、受け取るためにはやっぱり自分の中の不安とか恐怖とかいろんなネガティブな感情をやっぱり それで心をいっぱいにしてしまって受け取れませんから、だからそういう感情を持ってちゃいけないじゃなくて、そういうふうに感じてしまう自分がいることをまず受け止めましょう。あ、私不安に思ってるな、まだ怖いんだな、分かった、じゃあ怖いねっていうのを受け止めましょう。で、怖いけど、でもこっち行きたいっていう思いの子がワクワクしてくるならば、その不安はしっかり受け取って、ほのぼのぼのとか何度も言ってますけど、風船の中に全部入れてとか箱に入れて、どうもありがとうと言って宇宙の海に流していく。そしてそのリリースをする作業がこの今から新月に向かうまでとても大事だと思います。で、そうすることで新しい愛がどんどん受け取ってくれます。だからやっぱり今回はね、なんだっけ、シンプリファイライフとか出てきませんでしたけど、先週までたくさん出てましたよね。で、今週やっぱりそれが進めた方がね、やっぱり感謝を持って、そして楽しいことね。で、やっぱりサンクチュアリーグレースでしたよね。だからサンクチュアリーグレースが逆位置で出てるってことはね、やっぱりそういう大きな恩寵も来てて、やっぱり自分で自分の時間をしっかり内側を作っていく中で、ああ、やっぱりやっていこうって勇気がもらえる時なんですよ。これメンタルレベルだから特に大事です。そうすることで本当に大きなヒーリングが起こってくる。
でもう感情レベルサクセスですからね、もう本当にしっかりとリリースできている皆さんはもう感謝を持って、毎日をやってみましょう。そして自分を信じましょう、宇宙を信じましょう。 The best is yet to come、 まだ来てない、もうこれから来るんですよね。で、そういう1週間がとても本当に大事です。今とてもとてもとても優しく自分を受け止めてみましょう。そして宇宙の本当に信じられないぐらい豊かな愛をしっかりと受け取ってみましょう。きっと夏至になってから、蟹座の新月、そして、8月に入ってくると7月の終わりですかね、6月の新月ですよね、今年はですね7月と8月に獅子座で2回新月があります。で、後半の新月はいよいよ日食ですね、ということで、その最初の新月0度の時に私はウェブナーをしますので、そのご案内もすぐ差し上げますけれども、正式に皆さん本当にね、いよいよ2017年大きく展開してくる時です。だから今内側でしっかり自分と向き合って自分を抱きしめてあげましょう。はい、そして宇宙に感謝していきましょう。最後まで聞いてくださってどうもありがとう。 Thank you so much.